特結文字は特結によって、コテュルク語の表記に5世紀から用いられたアルファベットであり、代表的なものとして、オルホン碑文に書かれたものがあるため、オルホン文字とも呼ばれる。テュルク諸語文字と文献も、参照5世紀に建てられたと見られる初期のものは、各方向や符号、文字が一定しないなどの特徴が見られる。これらは、コテュルク語として解読されているものでは最も古い文献である。 詳細は、ブグと碑文を、参照詳細は、チョイ連名文を、参照詳細は、特決碑文、星をサイダム碑文、及び、バイン族と碑文を、参照代表的資料であるモンゴルのオルホン碑文は8世紀のもので、1889年、ニコライ・アドリンツェフにより発見された。これは、ワシリー・ラドロフによって出版され、1893年、デンマークの文献学者、 ビルヘルム・トムセンによって解読されたアラム文字の系統に属しパフラビー文字、ソグド文字もしくはカロシティ文字に由来するとの説が有力である。またタムガに由来する可能性も指摘されているオルホン碑文以前の碑文で約150種もの記号を用いたものも発見されており、この説を補強するものとされるオルホン碑文の段階ではすでに整った景色に従っている。 オルフォン文字の資料は、東特決の王子キュルテギンとその兄王、ビルゲカガンを記念して732から735年の間にオルフォン川沿いに建てられた二つの碑文を合わせて、保守財ダム碑文と呼ぶもののほか、広い範囲から見つかっている碑文からなる。混流年代としては720年のトニュクク碑文、735年のビルゲカガン碑文が知られている。同じは、モンゴル、 シベリア、東トルキスタンにも見つかっている。星を塞いだム碑文には、特決の伝説的起源と最盛期、中国への服属そしてビルゲカガンによる解放が描かれている。モンゴル東部のドンゴイ司令遺跡でも8世紀の特決碑文が発見されている。後に、ウイグル帝国でも用いられた。またこの系統に属すと考えられる文字として、エニセイ文字、タラス文字、ロバーシ文字が、 モンゴルシベリアからバルカン半島に至る広い範囲で見つかっている。特決文字の編集はモンゴルシベリアから遠くバルカン半島まで残されており、年代は7世紀から13世紀にまで至る。また19世紀までハンガリーで用いられたロバッシュ文字もこの系統に由来すると考えられる。これらの文字は次のように4つのグループに対別され、さらにいくつかに分類される。 なお考古学者の鳥居隆三により、北海道にあるテミヤドークスの宣告画が特決文字であるという説が出されたものの、一般には指示されていない。読みの例、天人 TNGRI、文字転写、テリー、発音テンリー、現代トゥルクアルファベット表記ユニコードにおいては、2009年のバージョン5.2において収録された、特決予開骨史モンゴル頭部で、 特決秘分発見発生期、反対が共同調査、ありがとうございます。